まあ、デザインとしてそのモニュメントみたいなものを目指すっていうんじゃなくて、建築の持ってる空気感みたいなものをこうすごく大事にして、それを使ってくれる人たちがこうすごく前向きになったり、爽やかな気持ちになったりっていうような建築を作れたらいいなと思ってやってます。私たち含めて14人ほどいまして、スタッフはだいたい20代後半から30代前半ぐらいの人たちが、まあ、会社というよりは自由にいろんなことを言い合えるような雰囲気かなと。宮の森小学校は津波にあって震災を受けた学校の建て替えだったんですけど、何もないところに学校ができることで皆さんがそこで生きて生活していく心を強くした建築になったって皆さんに言ってもらえて、やっぱり非常に心に残っているプロジェクトの一つですね。地域そのものが津波で亡くなってしまった、一番は学校を確認してこの地域をこの一つのものにするっていう思いが強かったんじゃないかなとは思います。あといろんな方の思いを白川さんの方で吸い取っていただいて、それを具体的な形にしてくださったんじゃないかなというふうに感じてます。最初まず敷地を調査したりとか、そういったことから始めて、空き角とかを使ってボリューム模型を作るような、同じようなことをコンピューター上で行って、面積を計算したり、あるいはいろんな条件を確認したりということを、両方やったりしていることが多い。空き角である程度ブロックを積んでいく段階では模型とそれほど大きな差はないんですけど、だんだんそれを 3D にしていくと、もう圧倒的に空き角で空間を作っていく方が私たち自分たちも理解しやすいし、相手にも伝えやすいっていうところありますね。まあ、小さい材料を組み合わせていった時に、これ模型でこれを再現するっていうのはほぼ難しいので、細かい部材、これ全体で5000本以上、もっと6000本近くあるんですけど、それを組み合わせていった時に全体としてどういう感じになるかっていうのが、空き角とか使うと分かると。建物を建てていくプロセスの中でそれぞれの目線で見て、大工さんは大工さんの目線ですし、仕上げをする人は仕上げの目線で見た時に、ここがうまくいかないなとかいうことを事前にそれぞれがこう意見を言えるっていうのか、前もってそうするんだったらこうしといた方がいいですねみたいな話をする時に非常に分かりやすく打ち合わせできますね。東松島の場合は管理者の側の目線で言うと、一つ一つの部屋が見えないんじゃないかとかいうご心配をされた意見もあったんですね。それで実際にビーム X を見せて、空間の中でここにいるとここまで見えますとか、そういうことを画面上で見てもらうことによって、心配するところを事前にご了解いただけるっていうことに使ってましたね。こういう立体的なのもいろいろビーム X 使いながら、皆さんにこういうふうに森が見えてきますよっていうと、もうよかったって感じでこの辺りは割と、お見せしましたね。こっち海が見える、山が見えるっていう形で、体育館っていうのは設計するとき、やはりこうスパンすごく飛ばす、どの体育館を飛ばすので、普通はこう断面的にすごく大きな修正材を使って木造の場合やるっていうのが一般的なんですね。ただ震災の時に修正材工場も皆さん被害を受けていて、修正材ではなくてこういう、いわゆる製材という一本物の組み合わせで体育館を作るということを、構造家と一緒に考えたっていうのが非常に特色になってるんですね。実際の木材の組み合わせ方とか、そういったものを大工さんに施工検討会みたいなのを現場で行うんですけど、その時にビーム X を使って説明して、それでここはどうなってるのかとか、あるいはここをこうもっとこうできないかっていうような議論を、大工さんというか施工者と一緒にして、それをもとにまず、モックアップっていって、実際の1分の1でまず一部を作ってみるっていうことをやります。どういう感じになるかっていうのは、その部材の組み合わせの設計をして、でそれをビーム X とか CG で起こして、でどういう空間になるかっていうのを検証するっていう
模型で何度も確認することはできないんで、ビーム X とか空き角とか使って内部の空間を確認できるっていうのはすごいメリットです。図面からはイメージなかなか素人はできないものですから、平面を立体で見れるっていうのがすごく効果があったなって感じがします。もう一つが CG で見させていただいたときに、1日の光の入り具合まで入れてくださってたんですね。そこはすごく助かったなって気がします。建築って そもそもあの地域のコミュニティであるとか地域の歴史、あるいは敷地が持っているいろんな特性っていうのをゼロにするっていうことではなくて、やっぱりそれを引き継いでそれを発展させていくっていうことが大事なことかなと思ってます。建築の場合は一人で考えて一人で作るっていうよりは、すごくいろんな人の意見が集約されたり、まあ、あるいは了解を取っていってみんなのものとして出来上がっていかないといけないですね。それをまあ今までは図面っていう図でやってたんですけど、それ以上にもうちょっと身近な3次元を理解するっていうツールとして、できるだけみんなで作っていくっていう体制のためにすごく有効かなと思ってます。アーキキャドの場合だと、やはり作りながら考えると同時にそれが3次元でもスタディできてきてるっていうところの強みがあって、やはり模型で考える時よりもよりリアルに空間が確認できるっていう意味では、すごくやはりいいツールとして自分の中で位置づけられているというふうに思っています。